そうだぞ霊夢、なんと、渓谷の艦艇が浸水前に沈没したとのことだ。おいおい、信じられない事態。じゃないわね。いつものことだわ。落ち着くんじゃない。おまけに、今回の沈没で世界中から笑われていて、あの国からも笑われているらしいんだ。あの国？これは気になるわね。ということで今回は秘宝、韓国の艦艇を浸水前に沈没させ世界に笑われてしまう。中国さすが宇宙一の造船工業、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、渓谷の艦艇が無事沈没したんだ。ふむふむ。って無事じゃないでしょ。これに対してさすが宇宙一の造船工業風で沈没と C 国から微笑ましい反応があったようなんだぜ。どの辺が微笑ましいのよ、むしろ馬鹿にされてるでしょ。しかも、渓谷の兵器を笑うコメントまであって、微笑ましい限りだ。微笑ましいの意味、間違ってない？まあ、皆さんもご存知だとは思いますが、渓谷軍の兵器は陸海空ともに欠陥が多いことで有名なんだ。うんうん。そんなわけで今回は、渓谷海軍が保有するコムドクスリ型ミサイル艇の沈没や欠陥について紹介いくぜ。お願いね。まず、この渓谷海軍のコムドクスリ型ミサイル艇とは何か紹介していくぞ。渓谷海軍のコムドクスリ型ミサイル艇は、別名 PKX とも呼ばれているんだ。PKX？ 聞いたこともない名前ね。これは2002年の北の方艦と交戦した事件再開交戦がきっかけで開発されたんだな。当初は、イギリスとフランスから提案を受けたんだが、最終的に渓谷国内で行われているんだぜ。だからポン。国内での開発を目指したせいか、当初予定していたより半年ほど遅れたんだ。それでも、2007年6月に阪神重工業釜山四度造船所で浸水したんだぜ。ふむふむ。そして、2002年に起きた再開交戦で犠牲となったユン・ヨンハ少佐の名前が艇名として付けられているんだな。名前の付け方がいちいちヤバいんよ。2009年には4隻、2010年に4隻が浸水しているんだぜ。そんなコムドクスリ型ミサイル艇は、対艦ミサイルを搭載する PKA 型のタイプと、ミサイルを搭載していない小型の PKB 型哨戒艇タイプが建造されているんだ。小型の哨戒艇タイプ？ああ。PKB 型はソナーが装備され、苦戦艇的な役割が主になっているモデルだな。最終的には PKA 型が24隻、PKB 型が18隻で、合計42隻を建造する計画なんだぜ。随分いっぱい作る予定だけど、まずは1隻でもまともなもの作ってからにしてね。さて、そんなコムドクスリ型ミサイル艇は満載排水量570トンと大型になるため、少佐が艇長になって指揮を取るんだ。ふむふむ。そもそも、渓谷海軍の小型艦艇は、北の戦闘艇との交戦を考えて方向兵装を重視しているんだな。なるほど。北朝鮮との戦いを想定しているのね。私はてっきり日本との戦いを想定しているかと思ってたわ。そういうことを言ってはいけないぞ。しかも、コムドクスリ型ミサイル艇は新たに開発した国産艦対艦ミサイル SSM700K 改正を搭載、大型艦に対する攻撃能力まであるんだぜ。大型艦に対する攻撃能力？北朝鮮にそんな大きな潜水艦あったっけ？どうだったかな？やっぱり日本を攻撃するためだったのね。さてさて、2013年11月25日午前3時頃、場所は京山南道チャンウォン市近海区にある STX 造船海洋造成所岸壁で、ある事件が発生したんだ。ある事件？それは、コムドクスリ型ミサイル艇がハローにより水没する事故なんだぜ。風で沈没？ああ。この日は強風警報が発令されていたんだな。風で沈没するほどポン。まあ、作業員の話によると、第5岸壁に係留していたコムドクスリ型ミサイル艇に強風と高波の影響で水が入ったとのことなんだ。それから船体後部から徐々に沈んだと話していて、当時の恐ろしい状況が浮き彫りになってきたんだぜ。当時の笑える状況だろ。結局、船体の4、5ほどが海に沈み、近くにある大型船舶のワイヤーに固定することになったんだな。ほほう？それでどうなったのよ？これにより、船体は水で満たされてしまったんだぜ。おまけに、その一部が海底の土砂に埋もれてしまっているため、引き上げ作業は難航したんだな。うまく引き上げられるといいんだけど。この時、造船所側は引き上げ作業をするための協議を行ったんだが、この作業に伴う不確定要素が多いとの理由で引き上げ作業が困難であると明らかにしているんだ。ただ単に、引き上げ能力がないだけでしょ。結局、犠牲者は出なかったものの、本艇は修復不可能となり放棄されてしまうんだぜ。は、何のために作ったんだよ。それで、本当に風で沈没したの？うーん。
沈没した具体的な理由は、開いていたドアを通じて海水が入ったためと造船所関係者が述べているんだな。強風警報が発令されていたのになぜドアをしっかり閉めなかったのでしょうね。こんなことになるかもと想定できるはずなんだが、さすがは警告、危機管理能力がまるでないわけだ。さすがです。その後、2015年1月末に新造することになり、STX 側は納期延長を申請しているんだな。この納期延長の申請をした理由は天災による事故としていたんだが、警告軍側はこれを認めず、地対賠償金の支払いを求めたんだぜ。また、賠償金騒ぎか。さて、この沈没に関して、C 国大手検索サイトの掲示板に反応があったから一部紹介していくぜ。お願いね。警告が宇宙一の操船工業を持つという話は噂ではなかったんだな。これが宇宙大国の最先端技術。風で沈没。ここまでポンコツだと笑いも出ない。真面目にやってくれよ。日本に負けるぞ、早く新型艦を建造するんだ。といった感じで、みんな風で沈没するという常識では考えられない事態に驚いているようなんだ。そりゃ驚くわよね。そんなコムド薬型ミサイル艇には、他にも驚きの欠陥があったんだぜ。もう今さら何を言われても驚かない自信があるわ。そもそも警告軍の兵器は欠陥が多いと言われているわけだが、今回ご紹介しているコムド薬型ミサイル艇ももちろん例外ではないんだな。なんと一番艦では、収益前に行われたテスト試験でレーダー画面が消える、ウォータージェットエンジンから潤滑油が漏れるという問題が発生しているんだぜ。それだけなら大丈夫でしょ、なんとかなるわ。さらに、ディーゼルエンジンやタンクから空気が漏れる、航海レーダーが消えるなど、61箇所の不具合が発見されているんだぞ。なんとか、ならねえよ、61箇所ってどんな不具合の数だよ。その後、収益はしたんだが、収益した？不具合は治ったのよね？いや、もちろん治ってないまま収益したんだぞ。何当たり前のように言ってるのよ。治してから収益しなさい。まあ、当然のごとく、2ヶ月間のうちに磁気羅針盤が20度以上ずれる、ウォータージェットエンジンのタービン翼と冷却装置が腐食、ディーゼルエンジンから潤滑油と燃料油が漏れる、艦内通信システムの更新が不可能になるなどの、なんと95件の不具合が発見されたんだぜ。増えてるよ。61から95まで増えてるよ。その後もレーダーとエンジンにも不具合が相次いだとのことなんだな。もうやだこの国。また、当時はこれらの問題が完全に解決されなかったため、収益後も極めて運用が低調なままだったんだぜ。ほほう。その後の2番艦からは外国製と警告メーカーのエンジンが装備されているんだが、またしても欠陥だらけになってしまうんだ。今度は何があったのよ。どうやら、まっすぐ進まないという深刻な問題や、推進軸のベアリングにも問題があり、速度が急に落ちるなど、新たな欠陥が発生し続けたんだぜ。問題多すぎなんですけど、どうにかしなさいよ。これにより、当初の2010年9月末から戦力化する計画が2012年8月以降に遅延しているくらいだからな。頼りにならない同盟国ね。さらに2015年1月22日には、P キログラム715ファンドロンで76ミリ速射砲の暴発事故を起こしているんだぜ。暴発事件まで。ああ、これにより一等兵が頭部に重傷を負い、同年7月17日に犠牲になっているんだ。ご冥福をお祈りします。その兵器ってどんなやつなの？これは現代ダブルワン衛星76ミリ速射砲なんだな。そして、退役艦に装備されていたオートメラーラ製の7ミリ速射砲に警告が独自改良を施して転用したものでもあるんだぜ。オートメタメラー？あれ？オイメラメラー？オートメラーラだぞ。オートメラーラは、特許侵害をされて営業損害を受けたとのことで訴訟を起こしているんだ。特許侵害で味方を攻撃とか恐ろしいです。さらに、2014年10月には、北方限界線を侵犯した北の艦艇に対し警告射撃を行っているんだぜ。しかし、P キログラム713超天候の現代ダブルアイ衛星7ミリ速射砲が突然作動を停止してしまい、北側は大笑い。北に笑われるとか終わってるわね。また、北方限界線で2度行われた発射試験でも不発弾が発生していたんだが、警告海軍はこれを隠蔽していたことも判明しているんだぜ。余罪ありすぎでしょ。またまた、2014年4月にも P キログラム716ソフボンの現代ダブルワン衛星76ミリ速射砲が異常動作していたことがわかっているんだな。事案発生しすぎー。これら5件の事案で、現代ダブルIAが行った76ミリ速射砲事業には根本的に欠陥があった疑いが提起されてきたんだぜ。そのため、現代ダブルIAは国会でもやり玉に挙げられ、厳しく責任追及されているんだ。これは悲惨だわ。
もう重要な開発は任せられないわね。いや、今でも重要な開発に携わっている優良企業だぜ。事情作用が働かなすぎでしょ、警告。さて、そんな警告の新型艦に、日本からも反応がたくさん届いているから一部紹介していくぜ。お願いね。さすが、警告、パクリができないと軍用艦も満足に作れないのね。日本と C 国の関係が緊迫してる時に、警告が笑いを提供してくれるとは、ありがとう警告。高波で沈没する軍用艦、警告の頭脳では無理なんだよ。警告の開発陣はやっぱりすごいよな、なんてったって、海に沈むだけの船を作るんだから。笑わせてくれてありがとう、次は沈んだまま浮かんでこれない空母なんてどうでしょ？政権交代しても、まともな政治もできなきゃ兵器も作れないからな。このままでは警告の兵器がすべてポンコツで使えませんでした。ってこともありうるな。といった感じで、毎度厳しいコメントの応酬なんだぜ。まあ、それだけ警告がダメダメだってことだし、視聴者の皆さんはどう思いますか？今回は警告軍の欠陥兵器の一つであるコムド薬型ミサイル艇について紹介してきたが、ハローで沈没したことについてはお笑いレベルだったな。なんでちゃんとドア閉めないの？って思うけど、その間抜けさが警告のいいところなのよね。まあ、他の欠陥兵器では、警告海兵隊が導入している新型の熱映像監視装置が、動かすとピントが合わなくなる等々いろいろあるんだぜ。他のも知りたい。まあ、このようにいろいろ欠陥があるわけだから、警告の軍事技術ってそんなに大したことないのかなと思うよな。大したことないでしょ。だって、警告だよ。そもそも、警告は一層のこと自国で兵器なんて作るのをやめて、外国から全部買った方がいいと思うぜ。北の脅威に備えなくてはいけませんから、欠陥ばかりでは心配になるものね。まあ、アメリカの兵器を勝手にいじるような国だから、それについてもどうしようもないだろうがな。売ってくれる国なんて、C 国くらいだわ。これからもそんなお茶目な警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。